オリックスですけども、今回のテーマは紅白戦ということで、今日ですねオリックス紅白戦が行われたということで、僕が認識しているところで言うと初めての紅白戦なんじゃないかなと思うんですけど、期待の若手や新戦力らが、登場してきてですね、早速、今日の1試合だけでもですね明暗が分かれるというか、この選手は期待できるな、この選手はもうちょっと育成だなと、この選手はんっていうね、選手それぞれの感情を見ていくと分かっていったので、今回の動画ではですね紅白戦でのそれぞれの選手について、良くも悪くも目立った選手についてお話をしていこうかなと思います。でまず赤組なんですけども、スタメンはご覧の通りでございます。注目をしていたのはやっぱり2番の源、3番の野口、4番のセデーニョ、5番の北、このあたりが注目をしておりました。そして白組がですねご覧のスタメンでございます。やっぱり太田、杉沢、栗林、池田、この上から4人ですね、特にやっぱり期待をしていた中でした。そんな中で、メンツ見るとね、森選手であったりとかラオウ、周平、当然ですけど主力組はいないので、舞島軍、2軍で、ある程度去年出場していた選手が今日の紅白戦には出てきたなということで、もちろんですけどね、試合の勝ち負けなんてオープン戦入ってもそうですけど、もうどうでもいいですね。いろいろ試行錯誤してるんで、正直成績はどうでもいいです。そんな中でまずね、気になったのがいきなりですけども、赤組の1番の義母選手ですね。本来であれば守備のところでねすごくこう目立つような選手なんですけども、インコースのまっすぐをしっかりとスリーラン、ライトスタンドに結構ライナー性のあたりでね叩き込んでたので、2安打3打点ですよ。めちゃくちゃ活躍をしております。守備ではね良くなくて、ちょっとこう雑なプレーっていうのがあってですね、オリックスやっぱ佐野光大選手とかもそうですし、割とこう若くてね期待したい選手でもポカをする選手がチラチラといるので、義母選手もなんかそういう感じにある中でのスリーランだったので、非常に大きかったんじゃないかなと思います。同級生のですね大田怜央選手ももう素晴らしかったです。今日はもう一番打つ方でも良かったんじゃないですかね。やっぱ格の違いを見せたというか、やることないっすからね。大田選手クラスであれば、今日の試合で言うともう格がちょっと頭一つ二つ抜けてるなという感じだったんですけど、まずね横山投手からバックスクリーンホームラン打って、ツーベースも打って、2安打2打点2つとも長打っていうのがやっぱ素晴らしいですよね。でやっぱりこう貫禄すら感じるというか、もう正式にね2軍卒業だと思うんですけど、本当に今年5年目ですから、プロスペクトドラフト1位とはいえね、やっぱ5年経って芽が出なければっていうところだと思うんですよ。この感じだとね、吉野部からホームランも打ったしっていうことを考えると、開幕スタメンっていうのは濃厚なのかなとは思うんですけど、そうなってくると足立選手がベンチになるということで代打待機ですか。足立選手を代打で使えるっていう、こんな贅沢な話はないですから、そういう面でもですね、やっぱり層がぐっと厚くなるということも考えて、ぜひ大田怜央選手は素晴らしかったなということで、で、3人目がですねセデーニョですね。早いうちに、支配下なんじゃないかっていうことでしたけども、なんかバッティング練習とか見るとね、結構こう珍しいオープンスタンスというか、なんかバティスタみたいな感じですね。ソフトバンクの皆さん知ってますか。極端に言うとですね、バティスタほどではないんですけど、ちょいバティスタみたいな感じですね。で、セデーニョに関してはある程度の課題があるから育成になったのかなと思うんですよ。その課題を早い段階で克服できるから年俸4000万っていう契約だったと思うんですよね。だから試合を見る感じ、2軍にはいるような選手ではないのかなと思います。1軍でこう壁を渡ってそこを乗り越えるかみたいな選手なのかなと思うんですけど、意外とね、選球眼がなんかよく見えたというか、外すらブンブン丸ではなかったんで、変化球にもすごく対応できてるなっていう感じはしました。でもうスイングがねやっぱり早いというか、なんかもう見た感じね、ペタジーニみたいな体をしてるんで、なんちゃってペタジーニかなってちょっと思ったりはしてるんですけど、スイングも早いし打球速度も早いしっていうことなんで、このオープンな構えのところでインコースズバッとくる、そこをどうさばけるかっていうのと、場合によっては体型ももしかしたら課題になってくるかもしれないので、このあたりはね次の試合でも、どうなってくるのかっていうのはすごく楽しみですけど、支配下はなんか早そうだなっていうイメージです。で、次が横山投手ですね。横山投手はね、ちょっと太田怜央選手にホームラン打たれてましたけど、でも太田選手ね、吉野部からもホームラン打ってるんですよ。だから普通になんか1軍でチャンスありそうだなというか、球威も良かったんで、素材型の大卒社会人だったんで、投げ方がちょっとこうショートアームっていうんですか、ダルさんとちょっと似てるような、肘をあんまり下ろさないような投げ方をしてますけど、ぜひ期待をしたいなと思います。そして次は紅林選手ですね。紅林選手はもう2安打1打点ということで、もう太田怜央選手と同じ、もうやることないというか、舞島軍の、試合ではね、もう正直頭一つ二つ抜けてるなというイメージでした。そして次がですね釣り選手ですね。育成の釣り選手ですけども、なんとホームラン打ちまして、2軍のね正捕手は福永選手なんじゃないかなと思ってるんですけど、今日のですねやっぱり高卒の釣り選手、そしてこの後ご紹介しますけど中川拓磨選手見ると、ちょっとですねオリックスの正捕手候補っていうのがかなり深刻化してるのかなとは思いましたね。
はい、というのも中川選手ね支配下で、入団してますけど、なんだったら釣り選手の方がチャンスもらってるんですよね。立場が逆転してしまってると。それはなぜかっていうと守備がかなりこう不安定なところですよね。なので大きな補強ポイントを僕は今日の試合で思ってしまいました。正捕手候補今年のドラフトでは2位で行くんじゃないかなと思ってるんですね。これ高校生なのか大学生なのかわからないですが、福永選手が3位を使った2021年、これ以上のやっぱり枠を使って、正捕手候補っていうのは、獲得しないと頓宮選手から下がちょっと厳しい感じなので、もう満を持してね上位枠使ってこの選手はプロスペクトですっていう感じで、もう旗から見ても分かるような立ち位置で、獲得をしてほしいなとは思いましたね。で打つ方に関してはね、今日は太田亮選手でしたけど、投げる方で一番こうインパクトがあったのは前投手なんですね。非常にこう直球がすごかったと、もう見ていて分かりますね、この威力十分だっていう。でフォークもすごく良くて、能見さんが押してたんですけどね、変化球もいいんだということで、コントロールさえ良くなればブレイクしそうだなっていうような風に思いましたけど、これまでの課題感としてはやっぱりフォームの改造と、そして変化球フォークの、精度っていうところが課題に感じてたらしくて、高校時代に投げてたスライダーがですね、球速がアップしたことによってちょっと制御できなくなったそうで、ここにもうやっぱり課題を感じてるらしくて、カウント球で使えれるぐらい操れるようになったら、すごく自分は楽になると。曲がるときはむっちゃ曲がるけど、曲がらんときは全然曲がらんっていうぐらいのやっぱり確実性がない変化球なんで、まあ、失投が怖いですよね。ただ一方でまっすぐのスピードは速くなってきてるんで、まっすぐだけで押せるっていう感覚もあるそうですね。ここがちょっと難しいところですけど、まあ、そうなってくるとまっすぐだけで押せるっていうと、近藤、総一郎、バケスパック、宇田川ですか、ここに入ってくる可能性も十分あるなと思ったんですけど、そして、北選手もねいましたね。まあ今日は守備がちょっと目立ったなっていう悪い風でね、まあセンターの守備が厳しいというか、やっぱフライを追っかけるっていうのがちょっと難しいんでしょうね。これはもうセンターとかレフトとかいう問題ではなくて、ちょっと厳しいのかなと思うので、この辺やっぱどうなるんですかね。ちょっと北選手を上位という位置づけで多分指名はしてると思うんですよ。内山選手指名するつもりで上げてた枠だったと思うので、正捕手候補でしょう。だからその辺考えるとね、やっぱ北選手、まあ、上位という立ち位置だと思うんで、そう思うとね残り 2,3 年は我慢してもらえるとは思うんですけど、どうするんですかねこれね。そして今度育成にちょっと話移りますけども、育成のですね佐藤和真投手ですね、伸びしろがすごくあるなと思ったんですけど、すごいこうスピードボールがイメージあったんですけどね、牽制がすごくうまいなと。育成ね再契約してますけど、俊平太も190、まあ、俊平太ほどはないですけど、やっぱ大型の投手っていうところで角度のあるまっすぐとかが生きるのかなと思うので、この辺やっぱ伸びしろとしてはすごくあるんじゃないかなと思いました。で一方で同じ育成なんですけどね、川瀬投手は今日はちょっと厳しかったなということで、もともと支配下レベルだというふうに言われて、残念ながら泣く泣く育成で指名されたわけですけど、育成3年目ですか今年がね。なので、まあ、再契約かどうかっていう瀬戸際のところですけど、長いイニング持たずにっていうことで、最後はもう変化球投げるのやめて直球だけでなってましたけど、そのコントロールもつきにくいということで、最初はねすごく良かったんで、なんかロングイニングが課題というか、リリーフということで配置転換される可能性すらもあるのかなとはちょっと思いました。そして次が支配下に戻りますけど、漆原投手ですね。9位の波っていうのはすごく感じましたね。いい時はいいけど、悪い時は悪いっていうことで、この再現性みたいなのが課題なのかなとは思うんですけど、人によって結構分かれそうだなとは思いました。ただ一方で、なんか変化球の球種ですか？そこがね、多彩になってるなっていうイメージで、なんか先発も意識した投げ方をしてるのかなと。もちろん中継ぎもね、可能だとは思うんですけど、その辺考えて、フォークだけじゃなくてね、いろんな球種をこう試しているのかなと思ったので、まあ、あくまで紅白戦ですからね、さっきも言いましたけど、結果云々じゃなくて、いろいろこう試していることを実際に生きたバッターに対してどうなるかっていうところだと思うので、その辺考えると、これからまたいろんなこう、試行錯誤を繰り広げるのかなとは思いましたけどね、漆原投手がどうなるのかも非常に楽しみですよ。そして、最後若手に21年指名コンビに戻ろうかなと思うんですけど、野口選手ですね。もう肩が異常に強い、ショートで出てましたけど、やっぱそこが強くて、やっぱ野口選手、太田選手、紅林選手ですか、ここはもう圧巻でしたね。だからここで二遊間争うわけでしょう。まあ義母選手も今日の活躍次第でわからないですけど、まあドラフト1位の太田選手と紅林、野口選手は2位なんで、ドラフト上位枠プロスペクト同士で争うということを言うと、やっぱこの3人のうち2つ噛むのが多くて2人、まあ、野口選手を外野でっていう考えもあると思うんですけど、今のところは多分ねまだショートで使うと思うんで、一体どの選手がどのポジションに守るのかっていうのはすごく注目ですけど、まあセカンド専門の太田選手とショート専門の紅林選手、二遊間両方できる野口選手でも計算上は高いですよね。そして最後が渡辺選手ということで、まあ、非常にこの守備と足が特徴の選手ですけど、まあ残念ながらこう牽制でアウトになるということで、去年ですね
あの2軍で22回盗塁して9回失敗してるんですよ。6大学では1回も失敗したことがなかった選手だったんですけど、でここに関してねちょっと記事が出てたので簡単に触れようかなと思ったんですけど、はわざとらしいですね。わざとというか失敗しに行くぐらいの気持ちで行ったそうです。というのも1年目の2軍でしかできないことがあるということで、課題をどんどん見出してですね、これをこうしたらどうなるんだっていうことを一個一個潰していきたかったそうですね。実際には去年ねフェニックスリーグである程度その潰していった課題、9回の失敗で得た経験を元にですね、ある程度盗塁の形を見出したらしくて、それが9盗塁ぐらいあるらしいですよ。でこれをやっぱりキャンプでしっかりと固めていきたいっていうふうにしたんで、まあ、渡辺選手に関しては佐野光大選手と小田優選手、彼らがいるうちが、まあ、勝負どころなのかなと思うので、この辺ねどういう立ち位置で1軍にいるのか、僕は2軍でも今年はいいんじゃないかなと思うんですけど、このあたり人によっては変わってくるのかなとは思いました。ということで今回の動画ではですね、今日行われた紅白戦でそれぞれ目立った選手についてご紹介をさせていただきました。まあ人によってはね、こうあんまり良くなかったりとか、めちゃくちゃ良かったりとか、早速明暗が分かれたなというふうに思ったんですけども、今日の紅白戦見てですね、何か目立った選手はいましたでしょうか？ぜひそのあたりについてコメント欄の方に残してもらえたらなと思います。ということで今回もオリックスについて語っていきました。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもオリックスを語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録そしてグッドボタンお忘れないようによろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。